焼き屋さんですよ。あの和菓子まで出しているという、どうですかこれ。メロン、いちご、ぶどう、柚子、小豆、千疋屋さんのメロン、さすが千疋屋のメロンは香りが違う。手が震える。爽やかね、柔らかい甘み、上質なの味わいがここによくこの中に詰まってるので、フルーツで混ぜときゃ千疋屋、これ持ってくだけで分かるわけですよ。ご機嫌よろしゅうございます。楽もできる和菓子 YouTuber 三遊亭龍楽です。さあ本日もお取り寄せシリーズでございます。本日のお品はでございますね、東京は銀座千疋屋さんのフルーツ羊羹でございます。千疋屋さんですよ、あのフルーツの、そこで和菓子まで出しているという、しかもフルーツ羊羹ですから大変でございます。もう形からしてすごいね、千疋屋さんのマークですよ。そしてさらにさらにこのお姿、どうですかこれ。そしてね、また入っているものがメロン、いちご、ぶどう、柚子、小豆、まあ小豆はプレーンですね、タイプ。これどうしますこれ。千疋屋さんのフル、もう何かったね、やっぱりね、これまあ全部はちょっとね、限られた時間ないですから、いけないけども、メロンですよね。どう考えても、取り落としてもらって興奮して、千疋屋さんのメロンです、やっぱり。もう頂戴します、頂戴よ。いやなんかね、こういうね、でもこれもほらまたこれも銀座千疋屋、銀座千疋屋となってしょ、なんかこの存在が大きく感じる、すごく。さてさて参りましょう。これはねもう私はもう一口羊羹大好きですからね、これをちょっとこうカットするのももう慣れてると思いますよ。ヒュッとね、こうに取ってしまうとどっちからでもいけるという。いきなりメロンだわこれ。うわー、さすが千疋屋のメロンは香りが違う。うん。おお、すごいな。これちょっと どっちで行く？どっちだってどっちかでもいいんだけど、これこういうふうにいっちゃうか。全体像を少しこういうふうに皆さん見ていただこう。こういう感じ。これどんなメロンなんだろうな本当に。ようかんでメロンでちょっとこっちやった。あ、これだ。これでカット、あ、こっちがいいや、これで、あ、これがいいや、なんで、こんなカットするだけでもうね、選ぶことはないんだけども、俺はね、千疋屋だから。いや、ちょっと、まず行きましょう。切れるね、千疋屋。羊羹だからね、切れるんですけど、なんかね、ちょっと手が震えるね、切るだけで。千疋屋さんのメロンですよ。改めまして、この香り。一口でパクってきます。見事メロンの羊羹だわ。
素晴らしい。これ本当に千疋屋のメロン、そのグレードの高さを本当に感じますよ。フレッシュです。こんなことあるんだね。すごいわ。さすが千疋屋だ。じゃあもう一個行こうじゃないのね。だどこ行くったってこれね。こんだけまたありますでしょ。ありますけれどもやっぱりこれですよ。こう来ればちょっと。いやもう本当ねメロンのね本当にねこれメロンって甘じゃないんですよ。さっそーっと爽やかで柔らかい甘み、この上質な、ね、味わいが本当によくこの中に詰まってるの。じゃあ次も行こう。行きましょう。いやーこれさすがだわ。やっぱり千疋屋なんだ。いやー驚いた。いや本当にね今度はストロまたこれがうわ超濃厚ストロベリー。うわちょっとこれも疲労ではございませんか。いやちょっとね、これ当然としてる感じ、酔ってるフルーツに。あ、そうちょっとお茶いただこう。ちょっとメロンにちょっと区切りをつけて。だってほんとまだ口の中メロンだもの。あお茶のうまみも増しますね。じゃあストロベリーいきます。いちごがね濃いこの旨味で、ほんのなんかちょっと甘みがもちろんあるんですよ。酸味も感じられるんですけど、この甘みがね濃厚。はあもう全然またメロンと違うわ。これ次こんな3つは、ね、ちょっと無理ちょっとじっくり味わうのは。でももうこれだけちょっとちょっと一歩。あそうだその前にいろいろそうだから結局ですね、あのこの千疋屋ブランドのなに恥じない味わいですよやっぱりね。このですから私のね知り合いのこう出版社の方が営業の方が迷った時はトラヤって言ったんですよ。つまりそのトレーナーの写み紙だけでも説得力があるから。でフルーツで迷った時はだから千疋屋ですよ。これ持ってくだけでもう分かるわけですよ。どのくらい自分がその方に気を使ってるかって、ね、その人が己に対して思いがあるかっていうかね、そういうことが伝わるんですね。この千疋屋ブランドのとかそういうトレーナーさんもそうですけどね。そうすると私もねそういえば思い出があって、あるこのこう大師匠にも今からもう30年近く20あそんな待って25、6年前ですかね、ある大師匠にサインをお願いしに行ったんですね。
で今ぐらいのまあキャリアだったら「すみませんお願いします」ってですけどもね、 こんな違うから、こんなキャリアだから、その気軽に、それでそんな普段しょっちゅう会ってる人じゃないから、すごい有名な人だから、でもそう頼まれて、父親に頼まれたんですよ。それで行ってもらう時に、私はその千匹屋を持ってったんですね。この結構大きなイチゴで、当時からすると私にしてはね、かなり頑張ってこう持っていったわけですね。で自分が買ってきましたって、まあね、それ あれだから、どうしても師匠のあのファンがいて、あのサインいただきたいんです、でその人からですっていうふうに、持ってったんですけどね。なんでやっぱりちらっとね、それはもうこうすまないねってパッと見たんですよ。それで千匹屋効果すごかった。サインね、2枚書いてくださったんです、その売れっ子の、あのもう大御所が。しかもですね、あの手拭いもくださったんですよ、2本。まあ、後にも先にも父親から物を頼まれたのはその一度だけですが、ですからね、その時のやっぱね、千匹屋っていうこのさんっていうのはね、すごいね、思い出があるんですよ。ね、やっぱりね、それはその師匠だって当然その代々師匠ね、その当時のもう千匹屋といえばねっていうことですよね。その千匹屋さんがこのね出された羊羹、やはりこれだけのブランドを確立している、さすがだなと、それをはっきり感じ取れる見事なお味でございました。もうとにかくですね、素晴らしいお味でございますから、皆様ぜひお取り寄せくださいませ。概要欄にリンク貼ってございますので、ぜひご利用ください。そして私のチャンネル登録のもよろしくお願いを申し上げます。本日ご紹介させていただきましたのは、東京は銀座千匹屋さんのフルーツ羊羹でございました。誠にご退屈様でございました。